今週もリアルラジオの始めから考えてまいりました。暑かってたー、暑かってたーです。こういう感じで喋ってさ、どの言語の人にも見られないっていう。あ、これも私が理解できる言語じゃねえよ。これ違う言語のチャンネルなんだみたいな感じで、全員に見られないチャンネルを作るっていう。ちゃんと15分ぐらい動画の尺はちゃんとあって喋ってんの。そうそうそう、ええー、みたいな感じ。一歩上げようじゃん。編集とかもちゃんと上げてるとかもちゃんと入ってて、一応なんか場面の転換とかもこうやってして。そう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 、何再生いくのか、うん、あの一番近かった人が優勝。優勝あり。なんて言ったの、何も言ってない、何も言ってないって言って。ありがとうございます。ありがとうございます。だよだよだよ、これでずっとやっていくっていう。だよ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 。なんかちょっと韓国語っぽく加えるよね。なあ、お前なんかですね、やりたいもん。一生やるっていう15分間結構面白い動画になる。俺らできると思う。どっちかだろうな。めちゃめちゃ面白いからやばいやばい。どっちかだろうな。怖いな。コメント欄とかで、なんかその何を理解したか論争みたいなのが始まりそう。なんかここはこう言ってたんだ。そう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 、あ、なるほどなるほどみたいな解釈がいっぱい出てきそう。ためになりましたみたいな。そう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 、いろんな解釈がありそう。